안녕하세요미세입니다今日は何をするかって言ったらもうめっちゃリクエストがあったミスドの爆食をやっていきたいと思います。イエーイ。でちょっと今クーラーがね顔に直でやるよりけん動画の最後には私顔カピカピになってるかもしれんけどややくったくてりみだかむさんみだ今回ミスドがなんか本気出してるよみさちゃんみたいな感じでも1日50件以上 DM が来るわけ。なんかもう最近ね秋って言ったら何ですかロボ聞こえません。もうちょっと大きい声で。そうです、なんですよ。私芋好きじゃないですか。そしたらもうね世の中の全てのものがもう芋とコラボしませんかみたいな、もう芋出しとったらとりあえず売れるみたいな、ほんとみんながなんか世の中が最近芋をめっちゃ利用しまくるやんけど私もそこに便乗しようと思って芋の商品を買ってきました。あの相変わらずこのゴミ袋の段ボールの上で食べるね。ミスドね、あの昔は高校の時とかはもう朝一で行ってバーって買って食べるとかしよったんやけど最上からミスドがなくなってしまったけ隣の市まで行かないかんわけ、もう大変やけんね。これもっと早くしたかったんやけど行ってなかった。今日行ってきました。超美味しそう、匂いやばい。これ喜ぶこれこちらなんかノーマル生地にチョコたっぷりドレッシングです。これはバナナ味かわからん黄色フレーバーで、これ私大好きポンデリングですね。なんかポンデリングしゃがれてもんやけど、いやポンデリングを考えた人天才で、これポンデリングストロベリーバージョンで、これあの紙で、これがムビュットンみたいな感じのシリーズで、ここからちょっとミスド本気出してるけん、じゃじゃーん、さつまいもど、さつまいもどで、いろいろね芋味があったんよ。これ全色変えてる？大丈夫？忘れてない？3色しかなかったっけ。なんかさっきからめっちゃ喉以外がするんだけど、エビ食べたけんかな。エビ系弱いんよねどうでもいいね。ちょっとごめんなさい、一旦開けます。じゃあいただきます。よろしくお願いします。どれから食べていこう。じゃあまずあのリピートじゃない、あのプレームあのポンデリング大好きで、ポンデリングってこれあの一つ一つちぎるタイプですか、それともかぶりつくタイプですか。できます。うん、待ってよ、ちょっとフリスビー挟むね。最高。さっき焼肉食べてきたけどね、焼肉とかって相当甘いもの食べたくならん。全部美味しそうすぎて目が泳いじゃう。スイスイスイ。この芋のやつ名前何やろ、分からんけどみんなちょっと調べとって。ポンデリング系なんかいけるな。うん、沖縄や、ここ沖縄。ポンデリングはなんか中国あたりで、ここ沖縄やわ。水とこいった。マコモノキ、もちもちすぎてもちもちの子。なんかこの子がめっちゃ目合いよって、川奈なんかほんとお嫁さんよみたいな顔しとったけん気ぃ使ってちょっと買ったんやけど、だけどなんかミスドハロウィンもやりたいし芋にも乗っかりたいしみたいな感じでダブルで攻めよったけど、多分ハロウィンお化けスティックみたいな感じだと思って。いただきます。うん、なんかこれ系にとるわ。結構おいしい。おいしい。チョコかかっとってめっちゃ美味しい。多分今これ膝下あたりですね。ミスドとかってちっちゃい時とかさ、なんか大人たちにさ1個2個まで、1人2個までよとか決められて2個までとかで我慢しよったけど、大人になってこうやって好きなだけ食べるとめっちゃ幸せなんだけど。でもこれなんかめっちゃ美味しいではないわ。なんかサーターアンダギーとかの方が美味しい。なんか、黄色ドーナツ探偵見たのよ。あ、ここでちょっとフリスピー入ります。失礼します。このミニオンすりつぶしたみたいな、このパサパサしとるやつめっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しい。次このなんか何これ、これもなんか見つけ、なんなんこれ、あんまよう分からないけど、こういう感じのドーナツです。ドーナツ一家の次男ぐらいなんかな。うん、これあ美味しい。なんか和菓子っぽい、なんかお芋って感じ。これはちょっと芋に便乗した感じるけど、これ本来の芋ちょっと出そうやみたいな、水戸本気出そうやみたいな感じ。めっちゃ美味しい。生地どんなんなっとんこれ。
いろんな贅沢やわこれ本当。美鈴さん見てますか、私本当あなたたちにもてあそばれてます本当に。これめっちゃ美味しい。これちっちゃい時は見向きもせんかったけど、なんか20歳ぐらいから美味しさを気づき始めた。揚げドーナツチョコドリップ添えです。いただきます。チョコとドーナツのおしどり夫婦、こんな素敵な夫婦になりたいな。ワクワク、映画見たくなる味。8個食べれるかな。でもさ、ポンデリングだけだったら10個とかいけそうやね。ポンデリングマジで欲しいよ。あれ口の中でトランポリンめっちゃ跳ねますみたいな感じ。ほんともちもち。はぁ、美味しい。あ、じゃあこのなんか初体験のなんかこれ大学芋チックなんかな。マジ大学芋、大学芋ない。いただきます。大学芋をつけたドーナツみたいな。微妙でした。これ食べたいけん、ミスドリコやとはならんけど、凍らしたら美味しそう。ちょっとこれ半分残りで凍らしてみるね。最悪。9月6日午後11時20分、フリスビーとともに、ドーナツちゃんがあの世に行ってしまいました。ごめんなさい。35キロルール。だんだんむつこなってきた。このミギュッと食べてみるね。これ菅田将暉さんが CM しない。ムギュッとってなんなの。うん、え、ムギュッとや。絶対分かってない。ムギュッとや、ムギュッと。あ、美味しいよ。このチーズ味とかないんかな。なんかほんと菅田将暉を感じる。菅田将暉さんが今後輩子からこうされてるけど、これ一番美味しいかもしれない。中に生地がなんかいちいちねじ込まれるとって、何が入ったのかあんま分からんけど、むぎゅっと給食の人気メニューみたいな味がする。むぎゅっとで菅田将暉を感じた後はこれでチョコジョーも感じたいと思います。ドーナツとか何でできた。じゃあ交互に芋で締めたいと思います。この蜜が何なんだろうね。何なのこれ、シュワシュワしてる砂糖。ごちそうさまでした。はい、今日はミスドお送りしたんですけど、どうだったかでしょうか。芋をね、機会にみんながこうメッセージをくれて、芋つながり、芋友みたいな感じでみんなとつながれることは本当にありがとうと思います。何よ。え、もうなんか甘いもんって結構むつこいけん、ううって来やすいけど、まあ、ミスド大好きやし、8個食べれたけん、また定期的にミスド爆食していきたいと思います。やっぱりラーメンが一番食べれるわ。以上、ミスでした。バイバーイ。マジでもほんとミソちゃんは最近忙しい。もう芋のいろんなもんなんかプライベートで食べさせていただいて、食べさせていただいてというか、ただ自分が買って食べて美味しい美味しないって心の中で会議しようんやけど、インスタとかにこれ美味しいこれ美味しくないとか載せたので、ぜひよかったら見てみてください。以上、ミソでした。バイバーイ。おやすみ。お腹パンパンじゃ。